マイナンバー制度の拡大を狙う3法案に反対する院内集会を始めていきたいと思います。本日は12時開始で一応13時半、終了の予定で、本日の院内集会を行います。主催は共通番号いらないネットが行います。久々の院内集会ということで、まあ、12時からという非常に大変来にくい時間かとは思いますけども、皆さんご多忙の中どうもご参加いただきありがとうございます。まあ、マイナンバー制度ができてからですね、もう早6年という中で、まあ、今回通常国会に3つの関連法案が提出されて、まさに医療関係については本日の、午前中ですね、厚生労働委員会が衆議院で行われておりまして、一応予定としてはそこで医療関連の法案については採決を行う、そしてできれば今日の13時からの本会議で衆院を通して参議院に送りたいということなんですが、ちょっと後で議員がお見えになれば報告いただきたいと思ってるんですが、現在厚労委は休憩中になっていて審議が行われていない模様です。ちょっとそこら辺の情勢が最新のものがつかめていないんですけども、一応3つの関連法案の中ではこの医療関連の法案が一番早く、審議がされていて、早く成立してしまうんではないかというふうに言われています。で、2つ目の法案は、戸籍法の改正案ということで、まあ、戸籍に、マイナンバーを紐付けるということを中心とした法案が2つ目、そして最後がデジタルファースト法案と、デジタル手続き法案ということで、今回3つのマイナンバー制度に関連する法案が通常国会にかかっているということなんですが、なかなかマスコミでもほとんど取り上げられてなくてですね、私たちは今回の3つの法案というのはこのマイナンバー制度の根幹に関わる、やはり一つの活気をなすものだろうと、これまでの、税と社会保障と災害対策、この、まあ、3領域ですよね、そこにおける番号制度ということで始まったわけですが、利用拡大ということでいうと、まあ、今までとはやはり違うレベルでマイナンバー制度が拡大をしていく、まあ、そういうその法律が今回出されているというふうなことで、かなり重要な転換点になるんではないかというふうに捉えています。ただ非常に分かりにくい、一つ一つ、最近一括法案ということでいろんな法律を一遍に変えてしまうというような内容になっているので、一体何がどう変わろうとしているかということが法律を読んでもよく分からないというような状況にあるんだろうと。ですから概要を掴んでですね、何が問題なのかということをやっぱりきちっとその訴えていかないとなかなか広がっていかないと、というふうに、考えております。で、今医療関連が一番最初で、戸籍法について戸籍法とそれからデジタルファースト法案については3月の15日に閣議決定をされて上程をされています。で、この2つについてはまだ審議入りの目処が立っていないということですが、連休前に戸籍法の方は早いと審議入りの可能性もある、遅くても連休後に、審議するだろうと。デジタルファースト法案の方は、子ども関連の法案の審議がかなり長引いていて、なかなか連休前の審議入りは難しいだろうというふうに言われています。ただこれにしても一応連休明けに審議入りをして、おそらくこの3関連法案については審議入りをすれば対立法案ではないので、かなり早い段階で採決が行われて参議院に送られるだろうというふうに、言われています。まあ、果たして国会の中で、本当にこの法律の問題点というのはきちっと議論をされた上で、採決されるのかどうか、そこら辺については非常にまあ大きな疑問を私たちは持っているわけです。今日はですね、短い時間ですけども、この3関連法案の全体像、それから一応3つの法案について、お一人ずつ問題点をちょっと報告をしていただくというような形で、院内集会の方を進めさせていただきたいと思います。
議員の方がお見えになったら報告の途中でちょっと中断してご挨拶をいただくということにもなろうかと思いますが、ご了解いただきたいというふうに思います。それでは冒頭、共通番号いらないネットの原田さんの方から今回の全体像を解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。共通番号いらないネットの原田と言います。座ってちょっと報告させていただきます。今回 あのマイナンバー制度、ご存知のように、2013年に、法律ができたわけですけれども、その際に、不足の中にですね、施行後3年をめどとして施行の状況を勘案して、必要があると認めるときは国民の理解を得つつ、拡大など、検討していくと、いう規定が、当初から入っていたわけです。で、早速その翌年2014年にはですね、国の方で、戸籍事務、それに関連して旅券事務という貯金の不安、医療関係、こういうようなものについての利用拡大の検討を早速始めていました。当初からこういう方あの利用を入れたかったんでしょうけれども、ここまでやっちゃうとおそらく反対されて、法律が成立しないと困ると思ったので、後出しでですね、追加という形でやってきたんだろうというふうに思います。で、翌年2015年にはまだ、番号法が10月にスタートするにもかかわらず、その前に、利用拡大法案が提出され、その中には、預貯金の口座への不満、これはあくまで任意ですけれども、これとあと、医療関係ではいわゆるメタボ検診などの番号利用、あと自治体での情報連携、こういうものを利用拡大前に、いち早くも利用開始前に拡大を通してしまったで、いうことになってて、今回がそれに続く、大きな利用拡大ということになってくるということになります。当初危険だと思って入れられなかったようなものがどんどん入ってきているという意味で、今回の利用拡大も非常に重大な問題だというふうに思っています。で、じゃあこの、番号法の不足に沿って利用拡大しているということなんですけど、じゃあ現実はどうなのか、まさに3年間の施行の状況を勘案するとどうなるのかということですけれども、ご存知のようにマイナンバーカードは全く普及していないということです。で、単にそれだけではなくて、例えばそれを使った自治体のコンビニ証明書コンビニ交付というのも、やってる自治体は3分の1ぐらいしかない。で、やり始めたところはコンビニ交付使わないで窓口に殺到してて窓口が混み合ってしまう。地方の自治体は費用対効果がないからいつまでもやる気がない、こんな状況になってるわけです。で、また消費税対策で話題になった自治体のポイントサービスに至ってはやってるところは70団体ぐらいで、実証実験やってたところも利用が広がらないまま今次々と終わってる、こんな状態なわけです。で、今回のデジタルファーストとの関係で重要ないわゆるマイナポーターといわれる、電子申請する枠組みですけれども、これも全く使われていない。その目玉として国が選定してた子育てワンストップサービスというのがありますけれども、自治体でやってるところは4分の1以下、やはりその対面で説明していくということの重要性というのがどの事務でもあるということで、自治体は費用対効果もありますけどなかなかやる気にならないという現実があるわけです。で、また今、添付書類が省略できると宣伝している情報連携についても、当初予定してた事務の半分近くはいまだに実施できていないという状態です。で、実施し始めたところもですね、かえってそれを使うと窓口で時間がかかってしまうということで、これは例えば実際にある自治体で宣伝に載ってるものですけども、情報連携は即時に行えない場合がありますので必ず書類をお持ちくださいというのをですね、PR しているという、漫画みたいな状態がある現実なわけです。で、私たちマイナンバー記入義務ではないということで訴えてきましたけども、特に、記入をハードに訴えている金融機関についても、マイナンバーが集まらずにマイナンバー記入については非常に苦慮している。詳しいデータというのは国は公表していませんけれども、いわゆる三大銀行でいうと不満できたのが 2% 程度で、本来去年12月までに集めなきゃいけなかった証券口座の番号についても集まらないんで3年延長、NISA についてはこれ申請しないと受けられなくなってしまうんですけど、2割が未提出等々ですね、非常に嫌われている。で、全体状況を見て国の世論調査を見てもですね、去年10月ですけれども、全く国民の理解は得られていないし必要性を認められていない。カードについては今後も取る気がないという人は 53%、電子申請ですね、マイナポータル利用したいと思わない人は 62%、マイナンバー制度そもそも期待しない人は4割という状態になっているわけです。こういう状況を見ればですね、そもそも利用拡大などできないはずなんですけれども、だからこそこういう破綻寸前のマイナンバー制度延命のためにですね、なんとか利用拡大しようとしているのが今回の法案だと思いますし、特にその中で、マイナンバーカードを民間利用という形でなんとか広げていくことによって、
それをやっていきたいというのが、まあ、大きな柱になっているというふうに思います。で、まあ、次の、 裏面になりますけど、単に利用されてないというだけではなくて、この3年間まさに問題が次々、私たちが指摘してきた問題が現実になってきていると、不正アクセスもありました、システムトラブルも起きました、誤送付による漏洩も発生しました、無断再委託が去年明らかになりました。もう毎年のように大きな問題、今年は何が起きるんだろうかという状態なわけです。で、まあ、こういう状態の中でですね、まあ、費用対効果について、全然コストパフォーマンスがどうなってるんだ、これは財界からでも非常にまあ指摘されている中で、まあ、なんとか去年、その試算というのを出してきましたけれども、まあ、徹底的に要は 100% 利用できた場合にはこれぐらい、まあ、4000億とかなんか書いてありますけれども、まあ、先ほど言ったような施工状況ですから、全く絵に描いた餅という状態です。でさらにですね、こういうトラブルも起きてるわけですけれども、まあ、こういうようないろんな危険性についてですね、まあ、政府はいわゆる個人情報保護措置を、個人情報委員会だとか保護評価制度だとか作るから大丈夫だと言ってたわけですけども、まさにそれが機能していないという現実がですね、この間次々明らかになって、まあ、今行われているマイナンバーの違憲訴訟でもそういうことが、まあ、まさに争点になっているというような状況になっています。でですね、まあ、こういうような中で、まあ、今回の利用拡大法案が出てきているということで、まあ、まさにその利用拡大ではなくて、こういう制度設計、そもそも問題があるマイナンバー制度を 見直す、まあ、私たちは廃止するということなんですけれども、まあ、少なくともですね、こういう現実をちゃんと総括して、見直していくということをまずやるべきではないのというのが、まあ、全体としてはまずあるというふうに思います。まあ、にもかかわらず今回、まあ、大きな利用拡大法案ということで、まあ、3本3つの内容、今紹介があったものが出されてきています。まあ、個々の内容については一応ですね、政府の方で、まあ、説明した概要資料というのがこのロードマップ図というのの次のページから、入れてます。これは、まあ、法案提案とともに国が出している概要資料なんですけれども、まあ、最初のページが医療保険の関係ですね、1枚で、その後、まあ、いわゆるデジタル手続き法案というものについて、何ページかあります。まあ、これ見ても分かるように、いろんな内容をですね、デジタル法案ということで全部ぶっこんじゃってるような、まあ、いろんな本当多岐な内容にわたったものを全部一本化して出してきています。で、まあ、一番最後のページが、戸籍なんですけれども、まあ、どういうか戸籍法案についてはですね、概要資料というのを国が添付していません。まあ、あまりに難しすぎて概要はできなかったのかもしれないですけれども、まあ、それじゃ内容は分かんないので、一応その法制審の部会に提出されている、まあ、全体的な概要図と、まあ、その元になっているワーキンググループで出しているシステムの組み方についてだけ、こちらでちょっと資料をつけました。で、まあ、ここの内容について問題点については、まあ、声明文という形でですね、今日別に反対しますということで出されている中に、それぞれの法案についての私たちの一応声明文を載せてありますし、この後法の内容については詳しくお話しいただくので、そちらに譲りますけれども、まあ、全体として見たときですね、どれをとっても私たち市民にとってはメリットはない、まあ、負担やリスクばっかり増えてしまうという内容になっているわけです。まあ、にもかかわらず国策として、例えばデジタルファーストによって行政合理化だとか、あるいは医療情報産業のためにですね、利活用しなきゃいけない、まあ、こういう国策のためにこういう利用拡大をしていく、まあ、そのために、みんなが持ちたがらないマイナンバーカードをですね、何としても持たせよう、まあ、そういうような内容がですね、今回の法案の中で共通して入ってきているのではないかというふうに思います。まあ、まさにその誰のため何のための法改正なのかということが問われてくるということだというふうに思います。で、特にまあ国の方はこのカードに関してはですね、いわゆる保険証としての利用ですね、それと、まあ、いわゆる今度、まあ増税、消費税になるわけですけれども、まあ、その消費税対策としての自治体ポイント、まあ、この2つをですね、中心的に PR しながらなんとか普及を図りたいということを、まあ、この間いろいろ普及計画ということでも発表してますので、まあ、その辺が大きな論点にも今後なっていくというふうに思いますけれども、まあ、私たちとしては、まあ、このままこんな状態で利用拡大して大丈夫なのかということをですね、きちんと議論していただいて、でこのような利用拡大を、まあ、まずもって止めながら、やはりこの制度そのものを見直していくということをぜひ国会の中でですね、ご審議いただきたいということで、簡単ですけれども報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。全体的な構造について今原田さんの方からちょっとお話しいただき、次に3人の方に3つの法案について個々、問題点についてちょっとお話をいただくということで進めてまいりたいと思います。
一番最初は医療関連健康保険法等の改正ということで出ているものについては、この一応16ページ立ての資料の中でですね、1ページ目と2ページ目が、共通番号いらないネットの方で、すでに3月18日付で出している声明を載せてあります。で、3ページ目から4ページ目については、神奈川保険医協会の、医療部長田辺さんの談話という形で、反対の声明が載せてあります。そして、5ページ目6ページ目は今日もお見えですけども、東京の保険医協会の、反対の声明を載せてあります。で、最後に、7ページ目に女性自身に載った記事があります。で、この記事の中で、ほとんどのインタビューを受けて回答している、本日は神奈川保険医協会の、事務局の知念さんにお越しいただいて、約10分強ぐらい、ちょっと時間短いんですけども、マイナンバーカードを、保険証として利用すると、これが まさに特効薬だというふうに言われていたわけですが、この保険証として使うということだけではなくて、やはり今回のことっていうのは、その医療情報を、全体的にやはりデータ化していって、私たちが生まれてから死ぬまでの医療情報をやはり蓄積していって、それをどう利活用していくのかというようなところにつながっていく危険性というのは非常に高いというふうに私たちは捉えているので、単に保険証として使うだけの問題ではないというふうに考えています。これは非常に分かりづらいことなんですが、できるだけ分かりやすく知念さんもお話しいただけると助かります。短い時間ですが、すいません、よろしくお願いします。神奈川県保険医協会の知念と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと座って、ご説明させていただきます。今非常にハードルの高い分かりにくいことを分かりやすくっていうことであったんですけれども、本当に分かりにくいですし、正直言っちゃうと、やっぱり宮崎さんがおっしゃったように、最終的にはその我々の個人個人の医療情報っていうのが生まれてから、死ぬまでですね、集積されて、それは基本的には保険者って呼ばれる、方とか、市町村とかですね、あと社会、今ですと何ですか、協会憲法とか、あと組合憲法、そういうところ、そこからまたさらに国とかっていう場合もあったりするわけですけれども、集められて、それがどのように、使われていくのか、そこに、我々のプライバシー権っていうのが働くのかどうなのかっていうようなところですよね。そういうような話につながっていくんですけれども、イコールじゃあ医療情報がマイナンバーと即結びついて、マイナンバーで、一本に紐付けされて、マイナンバーで引き出せて、マイナンバーで管理されて、マイナンバーで利活用されて、マイナンバーで漏洩してっていう話でもないんです。ただし、私の方はこのマイナンバー法が施行される前からですね、このマイナンバーカードですね、このカードの問題っていうのは、これ相当やばいだろうなっていうところは、ちょっと、いろんなところで指摘はさせていただきました。石村先生とか、あと、隣にいる、原田さんとかとも共著させていただきました、現代人文社で出しているオレンジの本ですね、あれの方にも医療の問題に関してはマイナンバーよりもむしろマイナンバーカードの方に問題がシフトしているっていうようなことで書かせていただきました。それの、その問題が何なのかっていうのが今回の法案だと、この入り口が今回の法案だというふうに、思っています。どういうことかって言いますと、マイナンバーカードが保険証の代わりに使えるというような、のが今回今、審議されている、法案、特に、我々マイナンバー共通番号制度に反対している我々にとって一番の関心事がそこなのかなというふうに、思っております。で、ざっくり法案のその、マイナンバーカードがどうやって保険証の代わりになるのかというのをお話しさせていただきます と、マイナンバーカードはもうそもそもマイナンバーカードでしかないですよね。で、マイナンバーカードには、IC チップが内蔵されていまして、その IC チップには電子証明書というインターネット上での取引をする上で、私知念さとしが知念さとし本人であるということを証明するための符号記号が入ってるんですけれども、それを使って
私の、保険資格、医療保険の資格のあるサーバーにアクセスをして、そこから私の保険資格を、読み取ってくる、その鍵としてマイナンバーカードの電子証明書を使う と、そうなると、あ、結果的にマイナンバーカードが保険証の代わりになるんだねと。それが、まあ、今回の、マイナンバーカードの保険証化の、仕組みだというふうに、まあ、もう本当ざっくり言ってますよ、簡単に言ってますよ、そういうものだというふうに思ってください。で、今私の方が言いましたように、マイナンバーカードの中に入っている電子証明書を使うんです。ってことはマイナンバーカードを使うんだけど、マイナンバーは使わないんですよ。わかりますか。ここでね、混乱されちゃうと、もうちょっとこの話がアウトになっちゃうんで、ここをなんとかクリアしてください。そう。だからマイナンバーカードっていう、もう名前に引っ張られちゃってるんですよ、我々は。我々っていうか、私は理解してるからあれですけど、多くの人たちがマイナンバーカード、マイナンバーカードっていう名前に引っ張られてて、マイナンバーカードイコールマイナンバーを使うんでしょ、イコールマイナンバー制度を使うんでしょっていうところで思考を止められちゃってるんです。だからものすごくこのマイナンバーカードっていう呼称、名称っていうのは、言い得て、もうなんて言うんですか、極めて巧妙なんですよね。騙すためにものすごい巧妙なネーミングなんです。それを、私どもの、出しました談話っていうのが、まあ、本日お配りしている3ページからあるんですけれども、それのですね、4ページのところかな、あ、ごめんなさい、3ページか、3ページの、談話が2段になってるんですけれども、医療機関にマイナンバーを近づけるべきではないというダイヤのところの2段落目からですね、3段落目かな、まあ、この間の報道で、報道もひどいんですよ。日経とかがですね、マイナンバーが保険証にとか、マイナンバー保険証活用へっていうふうに言ってて、このカードっていうのを取ってるんですよね。まあ、マイナンバーカードっていう、このカードっていう文字を入れると、また文字が長いんで、見出しにすると長いんですよ。だから、まあ、あえて切ってるんだろうなっていうのは分かるんですけれども、でもそれによって事実誤認が発生してるわけです。マイナンバーは保険証じゃないんです。あくまでマイナンバーカードで、そのマイナンバーカードの中に入ってる IC チップを使って保険証の代わりにしてるっていうことなんですね。ここは押さえておいてください。で、ここにも書いてあります、まあ、要はそういう誤解を報道もしているし、マイナンバーカードっていう名前がマイナンバー制度と電子証明書の峻別を困難にしてるんですよ。だから我々はすごくある意味騙されてるじゃないですけども、ごまかされている。だけれども国はごまかしているつもりはないわけですよね。まあへりくつみたいな話です。で、結局このままですね、国民の理解が進まないと、もうすでにマイナンバーが保険証になってるんだから、マイナンバー制度ってものすごく広く普及したよねっていう理解になるんです。だから我々は常にマイナンバー制度を使って医療にかかってるよねっていう誤解が生まれるわけです。でもこの誤解は誤解でも、マイナンバーが広がってるから、じゃあマイナンバー制度どんどん拡大してっていいんじゃないか、利用範囲拡大してっていいんじゃないか、そういう空気が世間に作られてるよねっていうふうに政府や財界は都合よく判断する。そういうふうな、まあ、ある意味なんていうんですかね、印象操作というか、そういうふうに今回のこのマイナンバーカードの普及策というのは使われているのか、でそれを医療を出しにしている、テコにしているっていう、まあ、そのなんていうんですか、やり方といいますかねっていうのが、やっぱり私たちにとってはすごく、医療団体にとっては納得いかない部分なんです。これに関しては保険医協会だけではなくて、日本医師会も大きな声を出して反対をしてますし、マイナンバーと医療情報は絶対に結びつけないということを高らかに宣言はしてます。医療界はその意味では、マイナンバーと医療情報は近づけないよっていうのは、これは統一見解になっているということなので、そこはご理解いただければと思います。で、じゃあ実際にマイナンバーカードが医療現場、要は医療機関に受診のために持ってかれたらどういうことが起こるのかな。これは正直言っちゃえば、もう想像力というか、もう予想、簡単な予想です。もうすぐに予想できることです。まず患者さんが泣くします、落とします。
今でも保険証をなくした、落とした、返し忘れたとかっていうトラブルは医療機関に多いわけです。で特にやっぱりご高齢の方とかでですね、やっぱり手元、足元、目もやっぱりご、不自由な中、なんとかこう毎月の診察のために診療所に来られた方、窓口ですってマイナンバーカード出してピーってかざしてポケットにスッて入れて戻せますか？なかなかやっぱりお財布を出したりとかですね、何かを出したりするのに、まあ我々、こう、まあ、普通の、普通のっていうか、まあ、成人ですよねの方よりはどうしたってこれは時間はかかってしまいますよね。でその方がね、早くやれ、早くピッてやれとかって言うんですか？言えないですよね。でどうしたって、あとまあ何ですかね、よく例えて申し訳ないんですけれども、どこかの郊外型のショッピングモールみたいなところに行ってですね、まあ車で行って駐車券を取ります。その駐車券がどこ行ったかな、あれポケットに入れてもないな、カバンのここに入れたつもりなんだけどないな、そういう経験ございませんか？ありますよね。でそういうのが多い人もいればきっちりここに入れるんだっていう人分かれますよね。で意外とそういうのが多い方ってここに入れたつもりが全然違うところに入れてたり、それによってない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 騒いで駐車場から出れないなんていうこともあったりするわけですよね。そういう現象をマイナンバーカードに置き換えた場合、医療機関で出してそれをどこに入れたかなくしちゃった、あどこ行っちゃったんだろうと大騒ぎになって、結局どこ探してもなくならない、で、医療機関に電話してマイナンバーカードをなくしちゃったみたいなんだけど、そっちにないか、ないです。医療機関も巻き添えにしててんやわんやの紛失騒動が起こるわけですよ。でマイナンバーカードです、保険証ももちろん大事ですけれども、何よりも保険証以上に税の部分にもアクセスできるようなカードです。それが医療機関になくなったって、なくしたってどうしようって言った場合、まあとんでもなくトラブルになりますよね。それでそのトラブルは自分自身だけじゃなくて医療機関も巻き込んだり、逆に言えば医療機関がもし医療機関がなくすってことは基本的にあまりないと思うんですけれども、ただやっぱりなんていうんですかね、双方にとってあんまりいい関係ではなくなっちゃうわけです。医療っていうのは患者さんと医療機関側の信頼の上で成り立ってます。その信頼をなくすようなそういうようなものっていうのはいかがなのかと思いますし、そもそもマイナンバーってあの12桁はなるべく人に見せないでくださいって言われてるものですよね。それが記載されている券を持っていくっていうこと自体が、持っていけっていう制度にすること自体がもう論理破綻してるわけですよね。最初に言ってることと全然論理破綻してるわけです、ね、落としてもすぐに漏れないから大丈夫、でも再発行にはものすごい手間と手続きがかかるわけですよね、時間もかかるわけです。そういうのを持たせるなっていう話です。で、まあ、よく聞くのは民間でもマイナンバーカードを身分証として提示して、あそれは使えませんっていうふうに決めているところもあったりするらしいんですよね。特に何ですか、コンサートのチケットとか売ってるような会社でマイナンバーカード身分証として使いませんから、やめてくださいって言ってるようなところもあったりするぐらい、民間企業はやっぱり分かってるんですよ。マイナンバーカードってどれだけ扱いが面倒くさいか、っていうのは分かってるわけですよね。でそれを医療機関に押し付けようとしてるんです。医療機関に押し付けて、医療機関にマイナンバーカードを使っていいんだっていう実績を示させようとしている。だから医療がいろんな意味でマイナンバーカード普及の手こ として今回の法案で入れられようとしているということになります。で、まあ、医療情報とのつながりって、ごめんなさいもうあまり時間ないんであれなんですけれども、単純にマイナンバーと紐づくっていう話ではないですけれども、ただこのオンライン、マイナンバーカードを保険証化するっていうのは先ほども言いましたけども、ネットワークを使ってオンラインで資格を読み取るっていうことなんで、医療機関どうしてもインターネットの回線をつながなければいけないわけです。で、インターネットの回線をつないでレセプトコンピューターっていう医療事務システムがあるんですけれども、まあ、それに、ダイレクトにつなげて、私の医療保険の資格がそのコンピューターに自動転記されるような、まあ、そういうような仕組みになるわけですよね。そうなるとこの維持システム、レセプトコンピューターっていうのは、その先には電子カルテがあります。でそれがネットワークにつながるんです。ってことは、医療機関に今まで
物理的にシャットダウン閉鎖していた、外部との連絡を絶っていた皆さん、患者さんの医療情報というのはネットワークに常時つながっている状態が生まれるわけですよね。インターネットに常時つながっている状態が生まれるわけです。わかりますか？そうなるとそこから医療情報っていうのが出し入れしやすくなるわけですよね。この環境を作る、これが医療 ICT 化のインフラ整備って言われるものです。医療 ICT 化のインフラを整備するっていうことはイコール医療機関をネットワークにつなげる、イコール医療機関の中にある医療情報を常時ネットワークにオンラインの状態にしておく、この環境を作るっていうことがものすごい重要だったわけです、国とかにとっては。で、そのためのインフラを構築するためにこのオンラインの資格確認、マイナンバーをカードを使ったその保険証の代わりっていう仕組みをどうしても導入したかった。これはもうずっと議論されてたことです。ここにつながるわけです。だから単純にマイナンバー使わなくても、要は医療情報がネットワークで常時こうぐる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 回るような状態で出し入れ出し入れできるような状態ですね。これを作りたかったってわけです。ただ医療情報っていうのは皆さんお分かりのようにものすごくプライバシー性の高い、機微性の高い情報です。商売道具にもなれば差別も生むような情報にもなります。皆さんの個人の尊厳というのを失う可能性もあるし、皆さんの情報というのがものすごい高い値段で別のところで売り買いされたりしてっていうようなことになります。で、ただそうは言っても医療情報っていうのの、その利活用の意義っていうのもあるわけです。それはやっぱり医学の発展でしたりとか、あとは何ですかね、皆さんのその病気に直接役に立てるもの。だからリアルタイムでどうしてもその心臓のペースメーカーとか入れてらっしゃる方はそこに、遠隔モニタリングっていって、まあ、機械をつけて常に心拍っていうのが医療機関で確認できるようにする。それが異常が来たしたらやっぱりそれはすぐに、医療機関にかかるようにとか、まあ、そういうようなことですよね。だからそうやって継続して皆さんの命健康っていうのを守るために必要な側面もあるんです。ただし個人のプライバシー権っていうものをですね、自己決定、自己情報決定権っていうものを無視していいかっていったらそうではない。で、そこら辺の塩梅っていうんですかね、バランスっていうのはものすごく難しいですし、これっていうのはもう少し長い間長いことを国民的な議論の訴状に挙げて、まあ、我々医療界だけじゃなくて市民の方々と一緒に考えていく必要があるわけですけども、ただ一つ言えることは医療っていうのはこれはサービスでもなければ営利ではないんですよ。もう、そこは理解してもらいたいんですね。ですから営利目的、企業の儲け目的に医療情報を使うっていうことは、これ神奈川県保健医協会もそうですし、ここにあります東京保健医協会もそうですし、その全国組織である全国保健医団体連合会、あと日本医師会、全ての医療団体にとって医療情報を商売目的で使う、医療を商売にするっていうことに関してはこれは断固反対してる。これは、医療界一、まあ、全体の総意でもありますし、医療情報を営利目的で使わせないっていうのはこれは医療界の、もう願いでも、願いというか、まあ思いでもあります。日本医師会はそういった意味では一つ防波堤となってくれている部分というのはものすごくあるんです。ですので、そういうところは、ぜひ理解していただければと思います。今国会審議が止まっちゃってるみたいなんですよね。厚生労働委員会本当は、午前中やって午前中通してっていうことなんですけれども、私も、衆議院議員の、ネット中継をここに出てくるまで、ギリギリ見つ、チェックはしてたんですけども、ずっと休憩中っていうブルーのマークが画面が出ている状態です。議員さん来たら本当聞きたいんですけれども、そういった意味ではもしかしたらまた二転三転する可能性はあるし、少なくともゴールデンウィーク前の法案成立っていうのは、なんとか避けることが止めることはできるかもしれない。ですのでこの集会ってものすごいいいタイミングでやっていただいてますし、ここで、知れたことっていうのをぜひ各地で広めていただければと思います。すみません、長くなりました。以上です。2番目には戸籍の問題ですね。これも非常に深刻な問題だと私たちは捉えています。今まで市町村がやっていた事務、これを
法務大臣が一括して戸籍情報を管理できるようなそういうシステムに今変更していこうとしているという意味で言うとかなり大きな問題であろうというふうに考えておりますので、まあ、これも10分強ぐらいで全体像をお話しいただくのは非常に酷な話かなというふうに思いますけども、共通番号いらないネットの井上さん、すいません、よろしくお願いします。ネットの井上と申します。戸籍法の、解約法案について、その問題点についてお話をさせていただきます。座ってお話させていただきます。お手元の資料のちょうど見開きのところですね、8ページ9ページのところに、戸籍法の解約法案に反対する声明、あと、まあ、戸籍事務へのマイナンバー制度導入というのを右側に、資料として載せてあります。で声明に沿ってですね、少しこの戸籍法の解約、戸籍事務へのマイナンバー制度導入についてちょっと説明させていただきます。で戸籍というのは、まあ、家制度、戦前の、まあ、特徴的な家制度を引きずった形で、まあ、戸籍を家に見立てて、その家に属する人たちの親族的身分関係を、まあ、時系列で、記録したものが戸籍です。で今回ですね、戸籍事務へのマイナンバー制度導入なんですが、右側 のちょっと資料を見ていただきたいんですが、真ん中辺にネットワーク連携、右側のネットワーク連携、あと左側に戸籍事務内連携というのがあるんですが、今回やろうとしているのは右側 の従来の、マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムで戸籍の情報を流すというネットワーク連携だけではなくて、法務省がですね、戸籍情報連携システムというのを新たに、作りまして、そこで戸籍事務内で、戸籍の情報やり取り全国の市町村と結んでやろうというこの2つ の情報連携を、まあ、マイナンバー制度、戸籍事務へのマイナンバー制度導入というふうに言っています。ただ法案の中ではなかなかこの全体像がつかめない、ほとんど政令であるとか省令に、まあ、委任するような形でしかないので、この図も中間試案ですね、の、に基づいて作ったものなんですけれども、でじゃあどうやって戸籍に番号を振るかということなんですが、戸籍を、まあ扱っている、本籍地の市区町村には戸籍の不票っていうのがあるんですね。で戸籍の不票っていうのは住民票から、情報をもらって住所の履歴が載っているものです。で今回はその戸籍の不票をさらにネットワーク化して、そこに、住民票コードを振ると、でそれを使って戸籍に、戸籍事務内連携、情報提供の個人識別符号というのを付番する、あるいは、まあ、戸籍事務の方については戸籍事務内の番号を付番してネットワークで利用しようというふうに、まあ、この中間試案の段階では書かれています。ただちょっと法案の中には具体的なことは何もこの辺のことは書かれてないので、どういうことになっていくかというのはちょっと不明なんですけど、それで、今度左側の声明の方に沿って、大きく4つの問題点について指摘させていただきたいと思います。でまず1つがですね、今回この国によるまあ、戸籍・除籍データの一元管理というのが、行われようとしていることです。で新たなその戸籍情報連携システムというのは戸籍の副本データのシステムを利用して構築するということが、まあ、説明されています。でこの戸籍の副本というのはどういうものかというと、戸籍についてはまず正本と副本というのが作られるんですね。で副本というのは戸籍がなくなったり災害なんかでなくなったりした場合にその正本を複製するために再生するために使われるもので、正本は本籍地の市区町村が保存しています。で副本については今までは各地の法務局が保存していました。で今回この戸籍の情報連携システムを作ることによって法務大臣が副本を保存するということがはっきり法案の中に謳われています。ですからもう国、法務大臣がもう一元的に全国の戸籍データを管理するようになる。で、住基ネットの最高裁判決のちょっと思い出していただきたいんですが、その中では取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関または主体は存在しないということを、まあ、合憲性の一つの要件にしてたわけですけれども、今回まさに番号をキーとして、まあ、国、法務省が全国の
戸籍データを一元的に管理する体制が作られる。これがまず一つ大きな問題だと思います。で、2番目の問題として、その戸籍に蓄積されてきた、差別データであるとか、その戸籍法、戸籍自体の問題について、そういった問題が固定化されるということがあります。で、戸籍法っていうのはその法律の目的であるとか、戸籍とは何か、戸籍は何のためにそういう情報を収集するのかっていう目的規定が全くないんですね。ですから、目的がないわけですから、目的外利用の禁止だとか、そういったことも規定されない。あるいはその目的達成に必要な最低限の保存期間で、それを超えて保存しないという、そういった規定もないわけです。で、その保存期間については、戸籍法施行規則という法務省令で決められていて、150年と決められています。ただじゃあ、その目的もないのに、その150年という保存期間、除籍、戸籍に乗っている人が全員死亡したり結婚して出た、あと150年ですよ、もう保存するというふうになっている。で、今回その戸籍不票ネットワークっていうのが作られようとしているんですが、それに合わせて住民票の除票であるとか、戸籍不票の除票も戸籍に合わせて150年にしようというふうな動きがあります。これも法律ではなくて、住民基本台帳法施行令という政令で定められているんですね。で、今まで一般の方については5年保存だったものを、戸籍に合わせて一気に150年保存しようというようなことが言われている。また戸籍についてはさまざまな親族的な身分関係を収集しているわけですが、その中には例えばアイヌであるとか、被差別部落であるとか、そういう出自についての差別的な記載があったり、あるいは婚外子、記事、あるいは療養所とか刑務所で出生したことが分かるような、そういった記載も蓄積されている、差別データがたくさん蓄積されているという問題があります。また住民票や戸籍の不票には、住所だとか肩書きが載るわけですけれども、それによって、施設だとか刑務所にいたということが読み取れてしまう、そういった問題もあります。で、今回はそういった戸籍の枠組み自体は全く変えずに、そのままネットワーク化しようとしているわけですね。ですから、こういった差別的な記載がそのままネットワーク化され、情報連携に使われるということがあります。で、一つ、1990年に国連総会で、改訂版、原産化された個人データファイルの規制のための指針というのが採択されています。資料の、10ページ以降に載せてあるんですけれども、その中では、例えば10ページの、右側の方ですね、3番目に目的明確化の原則というのがあります。で、 A のところで、収集記録されるすべての個人データが明確化された目的に照らして適切である理由の状態にあること、 B、 上記のいかなる個人データも本人の同意がある場合を除き、明確化された目的と相容れない目的のために利用または公開されない、 C、個人データが保有される期間は明確化された目的の達成が可能であろう期間を超えないことということははっきりうたわれている。さらに11ページ目の5番目ですね、被差別の原則というのがありまして、ここでは違法なまたは恣意的な差別を生じさせそうなデータ、人種的な民族的な出自なども含めて、そういったデータは蓄積されてはならないということははっきりうたわれている。で、これ1990年に採択されたものですが、去年 EU で GDPR という、ものが、発行しているわけですけども、その中にもはっきりこういった基準は謳われている。今やもう国際的なプライバシーの保護基準になっているわけですけれども、そういったものを全く無視した形で戸籍のネットワークがされようとして、さらに戸籍であるとか、その、住民票、除票、戸籍不票の除票を、150年間も保存するということは、忘れ去られる権利というのも今プライバシー保護の中では言われているわけですけれども、そういったものも侵害する恐れがあるというふうに言えると思います。3つ目に費用対効果の問題なんですけれども、今回その戸籍事務へのマイナンバー制度導入ということで、一つはその戸籍情報連携システムというものと、その不評ネットワークというものの2つの全国ネットワークを作ろうとして、非常にお金をかけてやろうとしているわけですけれども、それによって何が実現するかっていうと、戸籍の届けをするときに戸籍の登録本添付しなくてもいいですよ、
あるいはいろんな行政の手続きで戸籍の登録本添付しなくても済みますよ、その程度のことなんですね。そのためにそれだけ の, お金をかけてどうなのかと。で、まあ、戸籍登録本一番使うのはどういった時かというと相続で使う、その時に、まあ、生まれてから死亡するまで、の戸籍を揃えるというようなことがあるわけですけども、今回のシステムでは電算化された戸籍しか扱えないわけですね。そうすると、まあ、今我々生きている人間などほとんどが、まあ、紙戸籍にも記録があるわけですから、で相続が発生したから全部それで済むかっていうと紙戸籍も取り寄せなくちゃいけない、結局相続には使えないわけですよね。まあ、そういったところで費用対効果は全く見込めないというのが今回の法案です。それから4つ目なんですけれども、まあ、今回その戸籍法だけではなく関連法ということで、まあ番号法、あと住民基本台帳法、個人情報保護法に係るような法改正がされているわけですけれども、まあ、先ほども申し上げたようにほとんどが政令とか省令に委任されていて、その条文だけ読んでも何が何だかさっぱりわからない。例えばその戸籍について言えば、今までその副本データっていうのは戸籍をがなくなった時に再生するために使われてきた、まあ、補助的な意味なんですけれども、今回その法務省と全国の市区町村をつなぐ情報連携にその副本データを使おうとして全く意味が違ってきて変質してしまっているわけですけれども、そういったこともどういうふうに使われるかはっきりしない。から番号制度において直接マイナンバーではなくその情報提供用個人識別符号っていうのをつけてやり取りするというのはこの今回戸籍が初めてなわけですね。そういった意味では番号法の、まあ、変質でもあるわけですけども、その辺もはっきりしない。さらに住基法、住民基本台帳法っていうのは住民基本台帳事務を定めた法律で、各自治体 の, 自治事務であるわけなんですけれども、今回その法案の中に本籍地の市区町村が、まあ、紹介があった場合戸籍の不評の記載事項を、JLIS 地方公共団体情報システム機構に提供するっていう事務が盛り込まれて、これが法定受託事務、国からの法定受託事務っていうことで載っているわけですね。でこれもまた初めてのことです。それから、まあ、保存期間で言いますと日本の個人情報保護法は個人情報を生存する個人に関する情報っていうふうに定義しているわけです。じゃあ死んでから150年間も保存されるその情報はじゃあ一体何なのか、で死んでからどういうふうに利用されるかっていうと、一番恐れられるのがその子供たちや孫たちの世代にその情報を使って勝手にプロファイリングされて、その差別的な情報を使って、この人たちは誰々のこういった人たちの子孫なんだからということで勝手なプロファイリングに利用される、そういった恐れはないのかということも問題だと思います。こういったことが全く判明されない中で対立法案ではないということで簡単に成立してしまっては困るということで、この4つの理由から、まあ、反対していこうということで、まあ、声明を作って、まあ、発表することになりました。私の方から以上です。どうもありがとうございました。これもかなり分かりにくい法案だろうというふうに思います。これについてもちょっと後でご質問を受けますので、最後のデジタルファースト法案、まあ、正式にはデジタル手続き法案ということで途中名前が変わっているようなんですけども、この内容については、TIJ 代表の、石村浩二さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。TIJ の石村でございます。資料はですね、今日の15ページ、16ページのところでございます。で、先ほど原田さんの方でほとんど細かいことは説明されております。ですから、まあ、一つは、まあ、住民基本台帳、それからマイナンバー法、それからデジタルでできるだけ関係するという仕組みを作ろうということが非常に大きいんですけども、まあ、それの中で一番大きいところはですね、公的な個人認証でまず通知カード、紙製の通知カードを全部廃止しちゃうと。なぜかみんな通知カードで、済ましてるから、それを廃止すれば持たざるを得ないだろうと。ですから直接そのいわゆるマイナンバーカードを交付すると。そして、例えば昨日おぎゃって生まれた人とかそういうのについては特別の措置を講ずると。
まあ、そういう骨子でございます。ですからいろんな問題あるんですけども、ごちゃごちゃにいっぱい入った法律ですけども、一番の私どもがですね運動してきた問題では、その紙製の通知カードを廃止して、とにかくできるだけ全員に持たせるという、持たせるというより強制的に交付すると。そのうちですから、運転免許と同じように、運転免許の場合取らなきゃいいんですけども、通知カードを廃止されると、今度はですね役所に何日まで出て行って顔を写真撮られてですね、そういう状況が生まれる可能性があるんですね。ですから、まあ、それだけ重要な法案なんですけれども、なんかもうチャラチャラチャラと全くそこのところが議論されないんで、デジタル化を進めるためにはそのカードがないとデジタル化ができないから、全員にカードを持たせるためにですね、どうするかって言ったら通知カードを廃止したらいいじゃないかと。それから先ほど健康保険証として使えるようにすれば、これはもうお前ら逃げられないだろうっていう態度なんですね。だけどもよく考えてみますと、時代はですねカードからモバイル端末に移ってるんですよね。モバイル端末っていうのはいわゆる携帯電話とかスマホですね、スマホとかそれからタブレット端末のようなモバイル端末に移ってる。ですから例えばイギリスとかオーストラリアとかそういう国ではどうなってるかっていうと、要するに行政サービスはデジタルが原則と。ただしモバイル端末フレンドリーな仕組みでなきゃいけないと。モバイル端末フレンドリーな仕組みでなきゃいけないと。そしてデジタルディバイド、つまりちょっとついていけない人とかありますから、情報技術についていけない人に対しては、それに対して差別のないように文書媒体で提供する、そういう3つのルールをやってるんですけども、この今国が進めてる計画って何を考えてるかっていうと、カードを持たせるって言うんですね。カードはもう時代錯誤でカードを使ってないんですね。ですからオーストラリアの例えば電子政府構想ではカードを使いません。カードを使わない代わりに、いわゆる先ほどお話もありましたけれども、そのいわゆるその電子認証の代わりにワンタイムパスワードを使うと。したがって、カードはいらないとという形に来て、ただしスマホにを使う。 ですから私に言わせればですね、スマホに逆にこの IC カード入れればですね、何もいらないものをですね、なんで全員にスマホじゃあカード持たせるんだと。これは何かっていうと、要するに私が思うにはですね、総務省はですね、もう電子政府は諦めてると思うんです。電子政府は諦めてるんだけども、何をしたいかっていうと、その一番最後のページのようにその漫画を描きました。できるだけ活字を読むと皆さん嫌がりますのでですね描きましたけども、まさにですね、マイナンバーカードを持たない人は非国民というですね、いわゆるカードを持たして常時携帯にして、その例えばここの会館に入ってくるにもカードで入るようにする。そうすると持たない人は入れない、まあ、そういうですね監視国家を作ろうとしてるんですね。ですからカードを持たない人、あるいはパスポートを持ってない人はテロリストっていう、そういうですね監視国家を作ろうとしてる。だから逆に言いますと、もうカードではなくてモバイル端末の時代に入ってますから意味がないわけです、はっきり言ってね。だからやめなきゃいけないんですよ。だから今日も電車に乗ってですね JR に乗ってきますと、モバイルスイカを取ってくださいと。それからペイペイも全部そのいわゆるスマホになってるから、時代が IC カードからスマホに移ってるのに、しかし自分らがやったのは要するにパソコンと IC カードリーダーでアクセスするマイナポータルだったわけです。そのマイナポータル自体がガラパゴス化してもう使えないわけです、はっきり言って。誰も要するにそのカードリーダーなんか持ってやらないわけですよ。だから国税庁とかはもう電子申告ではスマホ申告に入ってる。ところが
いまだにスマホじゃなくて IC カードというふうに来てますから、そこのところがもうですね、時代に遅れて、ダメなんだけど、全員に身分証明書を持って歩く社会を作る。だから最近のテレビの広告そうでしょ、なんかね、身分証明書として便利ですからって広告なんですよね。それは何かっていうと、もう要するにマイナポータルに合わないんですよ。だから先ほど子育て支援とかありましたでしょ。子育て支援でね、あの若いねママたちがね、それ行くときみんなスマホで行くのにね、 IC カードなんですよね、パソコンなんですよね、全然合ってないんですよ。だからそれ全部やめて、あのスマホにする。スマホにすると IC カードいらなくなっちゃう。IC カードいらなくなってしまうと、今までそあのいわゆる総務省がやってきた計画が全部ご破産になる。だからこれを恐れて何をやりだしたかっていうと、全員にその時代遅れの IC カードを持てって言うんです。今ね、あのはっきり言いますけど、あのペイペイとかそういうのですね、あのそれから T ポイントでもですね、みんな若い人たちはスマホなんですよ。だから我々が消えれば全員あの20年後ぐらいには全員がスマホを持ち時代になりますから、 IC カードを普及しようなんていうのは即やめなきゃいけない。こういう時代遅れのことをやっててはいけない。ここをですね、ピシッと私どもはですね、あの考えなきゃいけない。ですから確かに世界の、もう一度最後にあれ付け加えますけども、世界の流れは電子政府、デジタル行政がですね原則になってんだけど、しかし全体はスマホ、つまりあのモバイル端末フレンドリーの仕組みでないといけないというふうになってますから、そうすると IC カードはこれは使っちゃいけないんですね。それから要するにデジタルディバイドで、それについていけない人には紙媒体で提供しなきゃいけない。じゃあこれ金かかるじゃないか、くだらない議員に金が払ってるあれがあったらば、その分、あ、ちょっと先生すいませんその分をですね紙媒体で提供するところにかけるとか、だからそういうことが大事だと。ですから今回のあのデジタルファースト法案についてはですね、これはもう本当に時代遅れのことをやってるなっていう感じでございます。これは反対しなきゃいけません。以上でございます。どうもありがとうございました。社民党の福島みどり議員がおいでになりましたので、ご挨拶をいただきたいと思います。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院に足利見るのでは手を振りたくなりますが、福島みずほです。であのこのチラシにもありますが、今国会3つ法案が出ていて、保険証利用を中心とする健康保険法の改正、改悪と戸籍にマイナンバーを近づく紐付ける戸籍法と、今話がとりわけありました、デジタル、ファースト、というあのデジタルファースト法案の3つが出ています。ただなんとなくその対決法案があまりないよみたいな言われ方をして、まだまだこうあの問題があって私たちは反対なんですが、もっともっと問題点を指摘するような活動をこうやらなければならないというふうに思っています。でマイナンバーがあんまり使用されないと。ただ一方であの、医療情報についてもどん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 ビッグデータ化していて、匿名化するとか言っているけれども本当にそうなっているのかとかですね、本当にたくさん あの問題があります。で民間 あの、パスモのデータを売却しようと、あの要するに例えば原宿で日曜日の2時から3時どこから来た人の何歳か言ってるかみたいな情報を一度売り飛ばそうとした時に、いやあのパスモの同意をする時にそれサインしてないよっていうので、じゃあ見送られたと聞きました。ただ民間が集めてるデータももちろん大問題なんですが、むしろあの公的なところが持っているデータの一元化や紐付け、戸籍、住民票や医療情報などについて、もちろん税金とかですね、本当に凄まじい危機感をあの感じています。ですからこれ大問題ということを一緒にまた、できるだけ大きな声で言っていきたいと思います。であちこちあのマイナンバー提出せよとか、保険でも何でもかんでもあの原稿書いてもマイナンバー教えてくれとか、ありとあらゆるところからマイナンバー教えてくれっていうのが言われて、皆さんたちもそれを経験してると思います。でもそれでホイ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 教えてたら至るところでマイナンバーの漏洩っていうかですね、一体どうなるんだっていうことも思います。また
あの博打解禁法案に私たちは反対しましたが、大体日本人と在日の人たちが在日韓国朝鮮の人たちで6、7割占めると言われておりますが、外国人以外 の、 あの私たちはみんなマイナンバーがないと、カジノ場に入れないという仕組みまで作っています。別にカジノ場に入る、あの博打場に入る予定は全然ないんですが、でもそういう形でやっぱりこうマイナンバーを使わせよう使わせよう使わせよう、マイナンバーカード、あ、マイナンバーカード、ごめんごめん、マイナンバーカードですね、使わせよう使わせよう使わせようっていうのがものすごくこう強いということにも、あの本当に危惧を感じています。何でも今だからマイナンバーって言われた時には、持ってませんとか言ってるんですが、まさにでもあの今回出ている法律はまさに医療とかそういう情報をあのデータ化するということを本当にやりたいわけで、あの大きい声で言わない、あの紐付けしないとか一元化しないとかあれほど言っていたのに、国会でマイナンバーが成立するときはもうどん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 あの進んでいることにもっとおかしいぞと言いたいと思います。ともう一つ、これはあのインターネットやこのデジタルである人たちの利権もすごくあるんじゃないかというふうにも思っていて、その辺もしっかり国会の中で取り組んでいきたいというふうに思っています。まあ、あの管理社会にこうして一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、1時間も超えましたけども、各法案の問題点、こちらの方からの話が終わりましたので、今日ご出席の皆さんの方から、まずはちょっと医療関係で、ちょっと順次質問やご意見をちょっといただきたいというふうに思うんですが、まず一番最初にあの、保険証として使う、健康保険法等の改正、そちらの方の問題で皆さんの方でご質問ご意見ちょっと取っていきたいと思いますが、私としてはあの小児科医、まあ、あのそこもさっき説明したように常と同じ保険協会の役員をしております。で、私はあの小児科の開業医としての立場から言わせていただきますと、例えば保育園に熱を出します。お子さんは急いで連れて帰って電話かかってきます。そうするとお父さんかお母さんも暇な方が、まあ、暇って言うのは悪いですね、あの手が開けられる状況にあった人がパッと取る、場合によるとおじいちゃんおばあちゃんが借り出されるんです。私あの東京から来たあの親おじいちゃんが子供を保育園引き取り来て連れてきたっていうのを経験してます。でそういうふうな状態、あ、また横浜なんですけどね。でそういうふうにあのお父さんお母さん以外の人が来るってこともある。そうすると実は健康保険法オリジナルの法律の方を見ますと、保険証の資格確認というのはその都度行えると書いてある。実はあの法律上はそうなっています。ただあの医療機関では大体張り紙をしてあるんですけど、月に1回最初に来た時保険証見せてねって書いてあります。っていうのは毎回毎回って実際無理なんですよっていうのでそうなんです。ただあの今度デジタルの資格確認云々って話になった時に、じゃあ都度確認するためにはどうしたらいいんだろう。例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、下手したら6人いるわけです。下手するとおじさんおばあさん、そういう人たちがどこにその元になる保険証あるいはマイナンバーカードを持ってるっていうことになるわけです。で保険証本人持ってる人が迎え来れればそれはまあそれで普通通りでいいんですけれど、もしなかった場合それはどういう扱いになるのかとは非常に怖いです。っていうのはあのヤフーの動画ニュースとかでもあったんですけれども、あの保育園あっちは吉田だかななんかであの、まあ、向こうの場合 SSN っていうあのアメリカの場合の個人なんで識別番号があるんですけど、社会保障番号があるんですけれど、でそれをあの、まあ、ちょっと番号盗まれてたと。で将来あのその子が大きくなって自分があのなんだクレジットカード作ろうと思ったら作れなくてすでにあの多額の負債を背負ってたなんて話が出てくるわけですね。でそうするとマイナンバーカードをデータとしてっていうかその数字を抜かれたとして、まあ、保険証の代わりに例えば保育園に預けるとき、まああのたくさんありますからあの心ない人が一人二人いたとしても、その時に発覚するじゃないですか。18年後とかに発覚したとき誰の責任どこで乗れたかわからないんですよ。っていうことであの保険証の代わりに持ってくると非常に危ないです。それからあのおじいちゃんおばあちゃまがあの駅の改札のところで、まあ、スイカパスも使うようになってからもうだいぶ経ちますけれど、あの改札口でペット置いてそのまま出てこうおじいちゃんおばあちゃん、私何人も見てます今まで。であのあ置いてってますよって言って声かけたことも実際あるし、あの実際そのまま置いてあるなっていうのを見たことも何回もあります。っていうのであの医療機関であの身分、保険証の代わりとしてピッとするだけだよって言われても、そこを置いてくおじいちゃんおばあちゃん絶対出ます。
それから同様に今老人の、ちょっと認知症出たような方が、グループホームなり介護施設なり、要するに介護付き老人ホームなりそういったところに入っているわけです。でそこで当然医療の受診というのもあるわけですけど、そのためにじゃあマイナンバーカード誰が管理して誰が持ってあるんだろうというと、最悪そのおじいちゃんが持ってた家が知らない間にどっかの抵当に入ったなってことも当然ありえるわけですよね。でそういうことに対するなんていうかな危機感、あるいはそのなんていうかな予見性というんでしょうか、想像力というのが全くないっていうのが非常に危険だと思っています。あと戸籍の方、私直接担当ではないんですけど、私が実は国家試験受けるときに戸籍謄本と同じ文字を書きなさいと言われました。私富士山の富士なんですけど、上が草冠なんですけど、草冠じゃなくて4つぐらい倍以上なんです。プラスが2つもあれば、横棒に立って2つもあれば、3みたいに書くのもあればとか、月でも下が跳ねる跳ねないでとか、いろいろあって、で何ですか、渡辺の鍋でしたっけなんていうと確か30ぐらい字があるんですよね。でそれをどうやってデジタル化するんだろう、実の第1第2水準第3第4水準もありますけど、ここでカバーしてるから全してないんです、足りないんですよっていうふうなことも含めて、デジタル化した場合それが本当に同じだと言えるんだろうかっていうふうなことも含めていろいろ不安なところはありますっていうので、私長くなりますので、ありがとうございました。他の方、一つ確認したいのは、この法律が通って、マイナンバーカードが保険証として使えるようになったときに、今までのその保険証を使い続けたいというふうなニーズについてはどうなるのか。基本的にマイナンバーカードっていうのはいわゆる申請して取得するものですから、おそらく保険証として使うっていう圧力は高まると思います。そこら辺のことをちょっともう少し話してもらえますか。はい、ありがとうございます。この、今回の法案、またこのごちゃごちゃしているところなんですけれども、マイナンバーカードを保険証の代わりとして使えますっていう法案なんです。義務ではないんです。保険証は保険証として今までの通り発行されて、医療機関を受診する際には保険証を提出するっていうかかり方、もう一つ保険証を持ってこなくてもマイナンバーカードでかかれるよっていうかかり方、要は2つの方法にしているっていう話なんですね。余計な2つ目ですよね、いらないんですよね。で言ってしまえば、この法案が成立して施行されても、皆さんが国民大半がマイナンバーカードなんか持っていかないで保険証で受診すればそれでいいわけです。それによって受診行動も変わらなければ受診のスタイルも変わらないわけですよね。ですのでそれでいいんですけれども、ただ一つ懸念をしていることは、先ほど石村先生とかもお話しされてましたけれども、デジタルファースト法案も含めてマイナンバーカード普及策なんですよ。ってことは法律が成立すれば施行されるまでの間にいろんなところからいろんな圧力だったりいろんな思惑があって、カードを普及させるためのいろんな、なんていうんですかね、手段方法が取られるわけですね。そこで私が一番、保険証の分野で想像ができるのは健康保険組合です。大企業憲法って呼ばれるところです。ここは要はどうにかしてマイナンバーカード普及したいから、今後マイナンバーカード保険証の代わりとして使えるからマイナンバーカード発行しろと、そして、明日からうちの会社はマイナンバーカードを社員証としても使いますというようなことですね。今国家公務員さんってマイナンバーカードがあれなんですよね、国家公務員のね、身分証明になっているんです。だからぶっちゃけの話、今マイナンバーカードの普及率って 12% ぐらいですよね。そのうちの5割ぐらいは国家公務員なんじゃないかなって正直思ってます。あと地方公務員と、だから正直それぐらいなんじゃないかなって思います。でそれがプラスもうその大手の会社で、社員証として使います。で社員証として発行してもらったマイナンバーカードは保険証としても使える。でうちとしては保険証を今までのようなカードのような保険証で発行するとお金もかかるし、マイナンバーカードが使えるから、じゃあ非保険者番号が書いてあるこの紙ペラを配るからこれが一応保険証ねみたいな扱いすると、A4 かなんかの紙ペラをフラッとこう皆さんに渡すわけですよ。そうするとこれ持って医療機関行きますかって話ですよね。いつボロボロになっていつちぎれていつゴミ箱に行くかわからないようなものを保険証みたいな感じで発行する、これはあれですよ、あくまで私は想像ですよ。でもそんなに遠くはないと思います。で
そうなるとそうやって、まあ、マイナンバーカードの発行を使うっていう方向に誘導していくいろんな、まあ、外的圧力だったり誘導策っていうのは働くと思うんですよね。そうなった時に例えば大手の企業に勤めている、職場の方がそれに抵抗できるか反抗できるか、なかなか今労組なんて元気ないですからそういった意味では抵抗できない、もう仕方ない、嫌だけれども発行せざるを得ない、そういうような状況がたくさん生まれてしまうということをちょっと私は懸念をしているというところです。実際に保険証として利用できると、これ修正しなければいけないということではないわけ、まあ、法的な構成としてもそうなってるわけですけども、実際に利用できるということになってしまうとかなりいろんな圧力でもって、やはりマイナンバーカードをその持って保険証として使いなさいというの圧力っていうのは高まるだろうっていう、そういう懸念を私たちはこう持ってるわけですが、なんか保険証利用については他に皆さんの方で何か質問やご意見ですか。私一応今50歳の精神障害を持つ男性です。で今医療の話とかちょっと出ましたけれども、もし仮にもそのマイナンバーカードの納付が強制化されるようなことでもなったら、当然一人一人のプライバシーだとかプライベートな問題まで全部国に把握されてしまうっていう、特に、まあ、私の場合は精神障害だったんですけれども、それとか足が不自由で車椅子か松葉杖使わなきゃいけない人とか、もう何かあかんから、もう、もうそれこそもう1億数千万強制マイナンバー強制化みたいなになる。それとか私も今スマホ持ってますけども、スマホに国がスマホに強制的にマイナンバーのアプリを入れるようにみたいなことにもなりかねないんじゃないかなという危惧は、感じています。で私も精神的に障害を持って長くなりますけれども、50歳でまだ一人暮らしなんですね。30年近く一人暮らしですけれども、そういったで何かとにかく何かにつけて、もうマイナンバーカードを引いては、ま、スマホときたマイナンバーアプリを入れろみたいな感じで来るんじゃないかなという危機感がありますし、最近よく CM とかでもよくやたらに提供政府広報って何かあったら、それこそマイナンバーの CM とか流してる、そこまでしてまで済むのかっていうふうに私はちょっと憤りを覚えました。なんかもう阻止できるもんなら阻止したいというふうに私は思っています。どうもありがとうございます。時間の関係でちょっと今医療関係の質問が出ているところなんですが、ちょっと2番目の戸籍、これもすごく分かりにくいってさっき言いましたけども、戸籍データが全国的に法務大臣が一括管理できると、つまり国家管理がかなりデータとして可能になるというところ、そういうそのシステムに変えていこうということかなと思うんですが、戸籍の問題でちょっとご質問やご意見お持ちの方いらっしゃれば。質問というよりも基本的にこの戸籍をこのシステム化してこうカードというか、マイナンバーの制度と結びつけることのメリットというか狙いというのが、先ほどの説明ですと、まあ、一元管理だよということまでは分かるんですけども、一元管理をこの戸籍というものを今までの重機であってこの戸籍の方まで持っていってやろうとする意図というか政府のその辺がちょっといまいちよく分からないんで、もし、政府じゃないんで分からない。法務省は、もうだいぶ、80年代ぐらいから、その戸籍のネットワーク化をして、その戸籍事務を全部ネットワークで使ったりとか、あとその、戸籍に載ってる情報を、ネットワークを使って、利用、全国で利用できるようなことはずっと構想してきたんですね。
ただなかなかその予算とかが切られてしまって、それ実現はしてこなかったんですけれども、ただそのため の, あのマニュアルシステムのマニュアルというのはずっと、更新を続けてきてます。で、戸籍の副本データシステムっていうのも 3.11 東日本大震災があって、東北のいくつか の, あの自治体で戸籍が滅失してしまって、それを機に近くの法務局にあると、その役所と法務局も同時に震災にあったりしたらば戸籍がなくなっちゃうっていうんで、全国の東日本と西日本2カ所に、分散してというかな、集中して管理するようなシステムが作られた、ある意味その棚ぼたみたいな感じで作られた。で、今回のその戸籍をのデータをマイナンバー制度ネットワークで利用するっていうのも法務省はあんまり乗り気ではなかった。どちらかっていうとその、戸籍情報連携システムの方を、戸籍自体をネットワーク化する方に熱心だったと思うんですね。で、ただそのネットワークに、マイナンバーの方に、戸籍の情報を提供するにあたっては戸籍自体をネットワークしなくちゃいけないと。でさらにそこに付番をしなくちゃいけないから、戸籍の付票をやっぱりそこに、住民票コードとか生年月日性別も載せるように今度変えるんですけど、それは、戸籍法の方ではなくてデジタルファースト法案の方 の, あの改正法案に載ってるんですけども、住基法の、それをネットワーク化してっていうことで、だからそのためにそのマイナンバーのネットワークで利用するために戸籍の付票ネットワークだとか戸籍の情報システムが必要なんですよというような理屈でやってきているというところです。それに先ほど多分ね、こちらの方に言われたのは住基ネットの利権訴訟とか番号を使うと憲法違反だと、しかし番号を使わなきゃいいんだという形なもんですから、このリアルのリアルって今のこのリアル空間では番号を使うんですけど、このデジタルのいわゆるネット空間では符号を使って、符号を使うということによっていわゆる住基ネットの違憲訴訟の判断を避けるっていう対応を取ってるから、これ全部見るとここに連携の情報連携の符号符号符号って出てきますよね。これは何なのかというと住基ネットの要するに違憲判決を避けるためなんですね。そういうことです。スキミングされたら全部情報が取られるんですか？マイナンバーカードの中にいろんなデータがデータとして入っていて、例えば住基民教コードとかも入ってるし、県民の例えば性別とか名前とかのデータも入ってるんですけれども、でそれ以外にいろんな情報を自治体なんかで独自になんかこうアプリ使って動かすデータを入ってもいいっていうことになってたり、であと先ほど来お話した電子証明書っていうのが入ってたりっていうようになってるんですね。で一応、国の説明では非常にそういう例えば、中ばらしたところでデータが取れないだとかスキミングで簡単に取れないだとか、そういう保護措置は講じてますよと、いうのは一応国の説明ではあります。ただ、この辺というのは技術的なことなので、で今後じゃそれでデータが取れないのかどうかっていうことについては、私たちは何とも言えないというのが正しいのかなと思いますけど、ただ、国が盛んに説明しているのはその要はカードの中にはそんなに大したデータは入れませんよ、あくまで本人を確認するだけのものですよ、今回 の医療の、国会審議なんか聞いててもその辺ちょっと基本的なところでもう議員さんはいろいろ議論されてるんですけど、例えばその医療の保険証の番号だとかがカードの中入るんですかみたいな質問があったりとかですね。でこれは入らないんですね。で入らないでどうして分かるかっていうと、その先ほど言った電子証明書っていうのをその、憲法協力組合なんかの元締めになっているところに送ると、そこでデータが保険証の番号と紐づいてるんで返ってきますっていう、そういう仕組みですよというようなことは、国は説明してデータは入れないとは言ってますけれども、ただこれも一応入れられるデータはあるので、実際例えば図書館のカードとかに今使うとかってなってますよね。あれも一応
認証するとこだけなんですけど、その気になったらあの中に例えば貸し出しの履歴を入れるようなシステムを作りたければ作ることもできるわけです。だから例えば医療なんかについても電子カルテ的なものをじゃあその中に入れて使いましょうみたいな話っていうのは十分あり得る。これはあの法的に可能なんですね。だからそういう意味ではまあ国が言ってるのは半分は嘘なんですけども、まあスキミング運動についてはもう本当技術的なことなので、まあ何とも言えないというのが正しいんじゃないかと思います。言ったら一時あのあれは島根県だっけ、あの住民のあのいわゆる市民カードの中につけてくれた、市民カードの中にね、医療情報を入れたんですよ。そうすると救急の時がいいとかね、やったんだけど、結局ちょっと県境を超えるともうどうにも使うものにならないもんだから、だから結局途中でやめたんですけど、多分だからまあ救急医療の時にねカードの中に血液型とかねそういうものを入れれば便利じゃないかっていう、まああれどこやら民主党の議員だったっけ、なんか忘れたけど、あの彼が議員になってあのやったことあるんですけど、うまくいかなかったんですよ。ただ今はですから全国ネットになってるから、それをやろうとすると先ほどの自治体カードと同じように可能だっていうと可能ではあるんですね。ただやるかやらないかどうかっていうことと、それから先ほどからお話ししてるように時代が IC カードからモバイル端末に移ってますから、IC カードを使わないというのがほとんど世界の常識になってきてますから、なんとなくあの小さなエストニアとかあの例持ってきてね、みんななんかわけのわからないエストニア全員カード持ってね、うまくいってる、あんなのはあんた埼玉市より小さいような国なんて国と言えるかどうかわからないようなところを出してねやるんだけど、日本のように1億何千万っていう国のところにカード全員に持たせて何が起こるかってことは、それでよく理解できてないんですよね。便利よりも弊害の方が非常に多いんで、逆にあのカードじゃなくてスマホに入れれば両面片面だけ見せることもできるし、番号見せないこともできるし、だから今モバイルフレンドリーというのが世界の流行なのに、日本はモバイル端末フレンドリーじゃなくて、ね、カード IC カード IC カードってバカの一つ覚えみたいにあの血税の無駄遣いやってるんですよね。だからそこのとこどう考えるかの問題なんですよ。やめなきゃいけないんですよ、もう IC カードは。でもう10年20年すると全員がスマホ持ちますから大丈夫ですからあの私の世代はダメだけど、その次の世代大丈夫ですから、そうするとスマホ端末の方が場合によってはね全部データ消しちゃうことも可能だし、落とした時にね、だからそういうことができるのに、カードカードって言って落としたらば全部書いてるわけでしょ、個人情報が。あんなものを全員に持たせたら、先ほどあの千代さんがお話したように、あの問題だらけですよ、あちこちでバラバラになっちゃいますよ。だからやっぱりもうそのカードの発行はやめなきゃいけない、基本的に。でできるだけもしあれだったらスマホ端末の方に入れて、そしてスマホをあの一挙にあの落とした時はもう全部停止しちゃうっていうような仕組みを入れてやった方がまだいいね。だからあの番号じゃなくてカードの問題が大きいんですよね。なんとなく先ほどあの福島先生もね、あのマイナンバーマイナンバーっていうんだけど、ここで議論してるのほとんどマイナンバーカードカードカードって言ってるのにちょっと時代遅れなんですよ、ね、だからやっぱりカードがね、カードが基本的に大きな問題なんで、そこに入ってくる問題をちょっともうちょっと議員の先生方がね、カードもうやめなきゃいけないカードをまたその総務省がねカードカードってテレビで先ほど言ったようにねバンバンやってる、これは絶対に時代錯誤から僕すかの方向だっていうふうに言えると思います。だったら初めに今のように紙でやってたの、まだ紙で、あるいはプラスチックカードの方がいいですね。そしてやるならスマホ端末とかそういうものに入れて、あの防御が可能なようにしないとダメですね。私はそういうふうに考えています。以上でございます。すみません、一応もうそろそろ時間となってしまったんです。今最後に石間さんが、もうカードの時代じゃなくてスマホでしょっていうふうなことを言われていたけど、スマホでもいいのかなっていうふうに思いました。まあ、これからいろんな議論がちょっと本当は止めちゃいけないところに差し掛かってるかなと思うんですが、情報の集中が良くないと思っているわけで、中央管理のそれがカードでもスマホでも一元管理は問題なんじゃないかだからそこのところはだから電子政府っていうものがね
基本的な流れとして止められればいいけど、止められないでしょ。やっぱりすごくその辺の議論が今3年間すごく難しくなってる点で、個人番号っていうと実はいわゆる12桁のマイナンバーと符号、この2つを合わせて法律は符号な個人番号って呼んでるんですね。でマイナンバーカードの今度問題っていった時に大きく4つぐらいあると、1つはいわゆる顔写真付きの目に見える番号としての利用、それと中に入ってるものとしての電子証明書、これが2種類あって、昔から e-Tax で使われてたいわゆる署名用の電子証明書っていうのと、今回データアクセス用の利用者用電子証明書っていうのはマイナンバーカード制度とともに始まったんですね。でさらに問題なのはその電子証明書についてる発行番号があるんですよ、シリアル番号っていうんですけど、マイナンバーカードの問題っていった時に実はその中にこの4つ、それ以外にもまだ県民情報が入ってるとかいろんなものはあるんですけれども、この4つを区別して議論しないとこんがらってきちゃうというところがあるんですね。で今回結局問題になってる医療についても、デジタルファーストについても、あと、ポイントサービスにしてもそうなんですけど、何を使ってるかというと電子証明書でまず本人認証の手続きを減らして、その後最終的にその発行番号を使ってデータベースと紐付けをするんですよ。で紐付けすることによってその発行番号で例えばこの人の保険証は何番、あるいはいわゆるマイキープラットフォームデジタルポイント何点やってますっていうのが分かりますみたいなことになるんですね。でいわゆるマイナポータルとかそういうの電子申請そのものというのは、発行番号関係ないので電子証明書を使ってやり取りしているということなんですけど、これ改ざん防止というのにも入ってるんですけど、で非常にこれが複雑になっていて、特にその後半のカードに関わる部分というのはろくな説明が全くないですよね。それは議員さんもだから質問聞いてても全くそこは分からないで、国の今までやってる説明っていうのはマイナンバーがあってマイナンバーで本人確認でこうこうこうみたいなね、あの図では全くどこにも出てこない話なんですよ。ところが今まさに利用拡大しているのはその図書館カードにしてもそうですし、ポイントサービスもそうですし、先ほど来出てる医療の問題全てその電子証明書の利用で、さらにそこのそのシリアル番号、いわば本人確認使って全部データをつないで、で、利用データが全部そこで把握できるという仕組みを作りましょう。でここは法律の縛りがないから民間自由にやっていいですよということで、どんどん民間で利用しましょうっていうのが今も民間利用の目玉になって、そこに今力入れましょうって話になっちゃってるんですよね。でこれ当初ある意味民主党政権ができた時の法律のイメージとは相当変わっていて、自民党政権になってからそこが非常に膨らんできた部分なんで、そこがやっぱり分からないまま議論が進んでしまってるっていうところがすごく大きくて、でそれは最終的にはでもそうやってデータをつないで、変な話本人がどこで買い物したかだとか、ポイントサービス利用すればどうだったとか、お医者さんに買ったのはどうだったっていうのが、その内部的ないわゆる見える番号ではないんですけど、内部的ないわゆる符号を使ったデータベースの中ではだんだん把握できるようになっていくという仕組みがだんだん作られていってるんですね。でそこのところやっぱり僕らもまだ解明できてないし、向こうも説明してない、ごまかしてるかもしれない。でそこら辺がやはり今回の法案いずれも共通してですね、かなり大きな背景にあって、本当はそこの解明をきちんとやって何をやろうとしているのか、その結果どういうことになるのかというのがちゃんとみんなが分かっている状態にして、ぜひよくやっぱり議論しないと、すごく知らないうちにこんなことになってるのって話になるんじゃないかなというのが一番こう本当に今回の法案については不安に感じている点です。そうですね、ですから簡単に言えばね、どうしても我々の議論は12桁の個人番号でリアルの世界のね来てるんだけど、ほとんどは要するに識別紙の問題なんですよね。識別紙っていうのは、クッキーから何から全部入りますけど、だからそこのところの議論をちゃんとやらないと、我々はまだ我々のこうこの団体もですね、12桁のね、リアルの番号っていうところでどうしても僕らは議論してるんだけど、現実は全くそれもあるんだけどね、ほとんどそれは支払い調書とかの場合は12桁の番号なんだけど、それ以外についてはものその識別紙ね、その符号ね、そこの部分についての議論をしっかりしないと、我々はどうしてもそこのところがねついていってなくて、私もついていってないんですよと思って。もう原田さんみたいにね、よく勉強してないからね、あれついていけない。だからそこをね、どうするかの問題をね、ちょっとちゃんとやらないと、時代がもう全然違ってきてますから、ちょっとそこを議論したらいいかなというふうに感じますね。ありがとうございます。一応終了の時間になってしまいました。最後の方で、
まあ、マイナンバー制度の中でですね、まあ、カードの役割であったり、まあ、そのカードの中でもそのマイナンバー領域でないところがどんどん拡散していっていろんな問題が出てるっていうようなそういうその、まあ、話がこう出てきてですね、まあ、非常にそういう意味で言うと今回出てる3法案というのは分かりづらい。どういうふうに何が拡大しようとしているのか、何が変わろうとしているのかということを私たち運動の側もですね、きちっと整理して多くの人たちに、問題提起できてないっていうのが現状かなっていうふうに思います。そこをだから例えばマスコミの皆さんにもうちょっときちっと分かりやすく伝えてほしいとかって思いはあるけども、私たちそのものがよく分かってない部分を抱えながらやってるという非常にこう難しい状況があってですね、ただかなり転換点だろうなと。今やっぱりこの制度番号制度を含めてここでいろいろ問題提起をしてやはり止めるところは止めていかないとかなりやばい状況になるんじゃないかなという危機意識はかなり私たちは持っていて、まあ、どうやってそこら辺を皆さんと共有しながらやっていくのか、まあ、法律ができてもですね、例えば保険証としてはやっぱりマイナンバーカードを使わせないというようなことも含めてやっぱり次なるそのステップっていうか私たちの運動の在り方っていうのをちょっと今後また皆さんと一緒にちょっと検討する場をまた持っていきたいと思いますので、ちょっと1時間半という短い時間だったんですけども、3本はなかなか皆さんにどれだけ伝わったかわからないんですけども、基本的に私たちはこの3本案については反対ですし、衆議院通ってもし参議院の方に行ったとしてもまた参議院、ぜひ頑張っていただいてその法案は作成させないっていうような、まあ、そういうような取り組みは微々たるものですけどもちょっと続けていきたいし、アピールもしていきたいというふうに考えて、一応いらないネットと共通番号いらないネットとしては今日、声明を3つちょっと載せています。これマスコミの方にもちょっと送ってですね、一応まあ3法案を簡単に成立させないというようなことでのアピールは行っていきたいというふうに、ね、考えております、最後に一言言ってください。すいません、すいません、宮崎さんで締めていただくのは本当は一番良かったと思うんですけども、ちょっと今、いろいろ、石間先生のお話とか原田さんのお話とか伺って皆さんのお顔を見ててもう分からない、ついていけない、何のこっちゃ分からないっていうところで、ちょっとまあ、なかなかね私も含めてそうですけれども整理がついてないところっていうのはもちろんあると思うんです。で勉強しなければいけないし解明していかなければいけない、個別の問題に対してのもっと深、私もそうですけれども深めていかなければいけない、でそれをどうやって平易な言葉で簡単に説明をしていかなければいけないって課題はたくさんあるとは思うんですけれども、ただ皆さんここに集まっていただいてやっぱり自分の情報っていうのを好き勝手に使われたくないとか一元管理をされたくないとか国のいいように監視をされたくないとか民間企業に営利目的で勝手に使われたくないっていうこの根っこの思いは一緒だと思いますし、マイナンバーだろうが識別紙だろうが何だろうが基本的に私たちが、心配していること懸念していること反対しているということはやっぱり国による、情報の一元管理だったり監視だったりそういうものであるということ、これはもう普遍的であったり間違いはないんですよ。マイナンバー使おうが何使おうが何の番号使おうが何の符号使おうが結局はそういう方向に持っていくための一つの法案であったりするし一つの関連法案であってそこに対して我々は対峙しているっていうこのベースの部分っていうのを忘れなければ仕組みがどうなろうが複雑になろうが何だろうが我々の主張っていうのは絶対に間違っていない正しいですしそこは自信を持って運動していただければなというふうに最後ちょっと希望を持ったメッセージで終わらせていただければと思います。締めていただきましてどうもありがとうございます。一応院内紹介これで終わりにして、2時過ぎぐらいから衆議院の、参院委員会の議員さんに議員回りもちょっと計画をしております。声明も持ってですね少しほとんど分かっていない議員の方々に少しでも理解を深めていきたいということで議員回りもやっていきたいと思いますので、お時間の許す方は2時ぐらいから、ここでちょっと集まってそれで議員回りにちょっと行きたいと思いますのでご協力方よろしくお願いします。ではお忙しい中どうもありがとうございました。一応委員会の方では終わりにしたいと思います。